本当に誰もいないみたいだな。きょ、ほこりが積もってるし、長いこと誰も住んでないっぽいけど。隅々まで調べるぞ。何も見逃さないようにしろ。どこにでもある普通のベッドだな。下には特に何もないみたいだ。ここって暗いし湿っぽいし、絶対住み心地が悪いよな。一体どんなやつが住んでたんだろう。あれ？これって鏡？しかも割れてる。この箱ってもしかして化粧箱だったのかな？ちょっとがっかりだな。何か大きな秘密が隠されてるのかと思ったのに。この部屋にはダインが言うほどおかしなものはないみたいだ。ご飯を食べるのに使うお椀だ。ここに住んでたやつは自炊をしてたんだな。いや、気づかないか。薬剤の匂いがかなり強く残っている。お、じゃあ薬を飲むためのお椀か。くくんく、本当だ。ダイン、お前かなり鼻が利くんだな。特に注意するようなところはなさそうだな。ダイン、お前の記憶違いなんじゃないか。本当にこの辺なのかよ。記憶にささか曖昧なところがあるとはいえ、俺の潜在意識と本能がここで何かがあったとずっとささやいている。まあいい、果てもなく調査したところでただ精神を疲弊させるだけだ。それに今しがた外から物音が聞こえた。ひとまずここから出よう。物音？あ、まさか。心配無用だ。ただの雑魚だろう。